こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は10月5日木曜日です。今日は気温もただいま23度、大変涼しい風が吹いております。私今大洲市役所の本庁前に来ております。今日は第2回の大洲市民文化会館建設検討委員会、この後開かれます。この市民文化会館、先の市議会本会議で規模を縮小する、このような報告も出ております。どのような議論がなされるのか注目していきたいと思います。では会議に行ってきます。ここからは資料をもとに説明します。ここからは資料をもとに説明します。まず基本設計の検討状況についてです。ご覧のように予定工事費57億円なんですが、資材単価や労務単価など建設コストの急激な高騰により、10億円程度事業費の増加が見込まれる結果になっております。先の市議会でも答弁がありましたように、必要な機能は維持しつつ規模を縮小するということです。でこちらが縮小案です。想定延べ床面積が約5500平米から4650平米に、またホールエリア、メインホールも700席から778席を630席に、舞台も狭くして、またサブホールも200席程度から130席程度にと、このように縮小する計画であると説明がございました。こちらがグループワークでの意見に対する対応についてです。特に屋外スペースの使い方についての意見が様々出ておりました。同じようにグループワークでの意見に対する対応についての一覧表です。こちらは子どもワークショップでの意見も書かれております。同じく子どもワークショップでの意見です。また建設検討委員会のグループワークも行われております。規模、機能、動線、車両動線等について話し合われております。先進事例についての解説もございました。次に全体の図についてです。この国道56号線がこのエリア、そして現在の市道6号線福祉センターとの境界がこのようになっております。動線がねこのような形になっております。そしてこれを拡大するとこのようにサブホールが130席、
メインホールが1階237席、2階287席、3階106席の合計630席、このような1階平面図になっております。こちらが2階の平面図です。こちらが3階平面図です。こちらがテラス富士山ビュー、こちらから大津城ビュー、このような設計になっております。断面図がこのようなです、大屋根がねこのように出ております。北側がこのような形ですね。古川がこちらになります。また、第1回のワークショップでの内容を報告したニュースレターです。今日の委員会、このような内容の資料でした。ぜひ資料もしっかり見てください。大津市民文化会館建設検討委員会の模様でした。今回委員会に対して規模を縮小する案が初めて示されたわけですが、意外なほど異論はなかった。そのような感じでした。議会で説明ありましたが、まあ、建設コストを増大しておるのは理解しております。しかしこれ以上規模を縮小しなければならないとなると、やや異論が出てくるのではないか、そのような感じもしております。今後は国の財政支援等も工夫しながら、規模縮小をできるだけ圧縮していく形を模索していくべきではないか、このように私は感じております。またもうすぐ議会の委員会任期も終了です。10月来週からは私も改めて総務企画委員会に入ることになります。こちらでまた新しい市民会館の議論も行ってまいりますので、議論の過程を随時市民の皆さんにもお知らせをしたいと思っております。この YouTube も注目してください。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。